まりはね、二重人格者らしい話をしようか。基本人格のあいつ、俺が言うのもなんだけど、モテてきたのね。いつも男に好きですとか付き合ってくださいとかすごい言われてたな。で、男に告白されるたびに、決まって俺が、お前は男の俺と付き合うと言ってるのかと、俺が男でもお前は愛し続けることができるのかみたいなことを言ってたな、毎回。で、それを言われて男の方は当然戸惑うわな。好きになった女の子が自分は男だって言い出して、それでも好きで居続けられるのかみたいに急に突きつけられるわけだから。でも結局それって何かっていうと、俺が出てきてるんだよね。俺らは若い時っつうのは自分たちが乖離してるってわからなかったから、あいつ自身もなぜ自分は女なのにそんなことを口走るかわからなかったし、俺自身もなんで告白されるのかわかんないっつうか、男に好きだとか付き合ってくれって言われるとすっげえバカにされた気がして、もう即喧嘩みたいな感じ。もう特に20代ぐらいの時が一番ひどかったんだけども、好きだって言われたらもうゴングカーンだよ、はぁっつう、バカにするのはこの野郎っつう、もうそれがもう俺の中で喧嘩売られる合図だったね。なのですぐにもう俺が出てきて、そんな風に相手に突きつけてた、俺は女じゃねえのにっていうのがすごいあった。でも見た目はさ、まあいつのまんまなわけじゃん。俺ら別に映画やアニメのキャラクターじゃないので突然姿が変身するわけじゃないから。でも中の性格が突然表変する、つまり二重人格っていうことだよな。今は俺とあいつの住み分けができてるので、おそらくそんな風にはならないと思う。まあどうかな、なんかの拍子で俺が出てきちゃうことっつうのはもちろん今でもあるんだけども、でもその20代の時とかに比べると俺もそこまで気が短くねえし、うわー、飲み屋とかでたまに酒に酔ったおっさんとかに迫られたら、俺ちょっとこの野郎っていう顔しちゃうけどね、俺はね。まあそんな風に同じ姿なのに突然態度が豹変する。俺らは特に男女間の付き合うとか付き合わないとかっていう話になった時に、そういう二重人格らしい豹変が起こったっつう話でした。